今日うちの夫が作るのはプルプル食感のいちごプリン。冷やして固めるだけの簡単レシピなのに、お店で売っているもののようで本格派。いちごプリンのお供はフルーツティー。かなり簡単にできるドリンクだけど、こちらも絶品。暖かくなるこれからの季節にもぴったり。それではおやつラボのおうちカフェオープンです。いただきます。じゃあ、出ます。
爽やかで美味しいね、うん、うん、滑らかでプリン、うん、だってプリンってしてるでしょ。プリンってそういう意味なの。うん、すごいプルプル、なんかね舌触りの良さ、すごいプルプルしてんだけど、うん、食べるとふわっと溶けていく感じ。そうそうそう、絶妙な、あっさりしてて爽やかで美味しい。いちごの酸味でヨーグルト風味な感じもするけど、うんうん、美味しいね。ペロッといっちゃうね。 このミントはうちのミント、うん、うちのミント元気。買ってきたやつを植えといたら、うん、葉っぱこのくらいでしょ、爪サイズ、うんうんうん、このくらいになってる、うん、なんか一つの葉っぱこのくらい。いちご大好き星人にむしられてたでしょ。あれはトマトだよ。あれトマトか、うん、部屋が大変なことになってた。トマトの香りになってたよね、うん、なんかやばかった。もう今年は何植える。トマト良かったね。トマトソースとかにしたらすごい美味しかったし、食べるのはいいんだけど収穫するのは大変なんだよね。ああ確かに奥の方とかね手が全然届かないんだよね。もうキュウリもう二度といいわって感じなんだキュウリ違う、あれズッキーニか。ズッキーニなんですかってくらいやば、なんか美味しくなかったよねあれ何だったのあれ。最初はさズッキーニだーみたいな感じでさ、うん、いろんなことをしてさズッキーニを消費してたじゃん、うん、なんかラタトゥイユにしたりとかオリーブオイルとガーリックで炒めてとかで楽しく食べてたんだけど、そのうち成長しすぎてるのかズッキーニ自体が全然美味しくなくって、なんか最初細長くて、うん、長さも短くていやーまだかなーと思って数日置いとくと腕くらいのズッキーニになってん、うん、なんか失敗じゃないあれ。もう1日さ5本ぐらい取れちゃうからさどうにか、ね、しないとと思って調べて、うん、ズッキーニブレッドって出てきてさ、ズッキーニを千切りしてパウンドケーキの中に入れるの、うん、バナナブレッドのズッキーニ版みたいな感じで作ったんだけど、いや残念な感じだったよね。やっぱり美味しいズッキーニで作るから美味しいんじゃないの。いやそうよね、うん、ズッキーニ事件をねきっかけにズッキーニをあれから一度も買っていないよね好きだったんだけど、うん、一気に好きじゃなくなったよね。うん、その変な、そうやばかったあれは。ズッキーニのせいで、まあ、キュウリもねやばいよね、うん、でキュウリこそ1日10本ぐらいできてて一時期、うん、キュウリで意外と消費できないんだなと思って、最後の方とか味噌汁に入れたやかった味噌汁最初はさ味噌汁にきゅうり意外と美味しいじゃんと思って、うん、赤味噌のお味噌汁にして、うん、きゅうりを入れるっていうのをやってて、うん、意外と美味しいじゃんと思っていたけど毎日きゅうりの味噌汁だい、まああれも飽きたよね。いやなんか YouTube とかでキュウリ大量消費って調べて、うん、なんか1回に2本消費できますとかなの、うん、大体、うん、でもさ1日10本取れてんだよ、うん、あの頃はどうやったら大量に生産できるかっていうのに挑戦してたから、うんまあね、それはまあ、うん、家に人が来るたびにさキュウリを配ってるみたいな感じだったから、うん、ちょっと家のさ点検に来てくれた人とかにもさ、うん、キュウリいりませんかみたいないやでも今年はミントとかかな。ミントはねこのくらいになっちゃう。あ、そうか。このくらい。ダメか。そんなになっちゃったらミントって何に使うの？ミントティーとかかな。ミントティーにするかそれ。どうやってするのか知らないけど。新鮮なうちにやった方がいいんじゃない？確かに。じゃあ。やった方がいいんじゃない？じゃあイチゴ星人と一緒にミントの収穫に出かけ。うん。うん、すごいことになりそうだね。メロンも育てられるらしい。メロン。メロン。あとイチゴ。うん、いちごはいい気がする。うまくいくのかな。ちゃんと面倒を見れば育つんじゃないかな。いちご大好き星人と一緒にいちごの世話をしに行くか、うんうん、うまくいく気がしないな。パクチーすら枯らしたのにいちごなんて無理じゃない。そうかもしれないなんかほっといても育つものがいいんじゃないかな。パクチーにするか。そうしよう、うん、パクチー、うん、そんな大量に食べたら好きになるのかな。パクチーなる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 。もしかしたらそのうちこのミントがパクチーになってるかもしれない。ヒロヒロンってなってる。見た目的にはみんなミントだと思うんじゃない。実はパクチーだってありかもしれない、うん、
ごちそうさまでした。今日のどうですか？え、今日のめっちゃ美味しかったね、これね、うん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 、あのお店のものって感じじゃない？うん、いちごが乗ってるから、うん、598円。なんかさ、うん、値段設定いやらしくない？598円って え？高いし買わないと思う。嘘